ここは阪神電車芦屋駅だの。うん、そうだ、あの芦屋、まあこの上にもの、まあ上というか向こうにも JR が走っているんだが、あの有名な芦屋なのだ。まあ私にはの、渋市には縁がないが、お金持ちの代名詞という関西ではの、まあ芦屋といえばお金持ちの人が住んでるというところだの。まあわからんが、東京で言えば何て言うのかの、よく白金ぜとか、何か田園調布、何かああいうこと言うの。ああ、そうだそうだ、私もの渋市も田園調布にはの行ったことがあるんだ。ん、家買いに、渋市家に買いにか。そうだそうだ、見に行っただけなんだ。誰が家買えるか。うん、まあ家が買えるぐらいならのいいんだが、まあこの芦屋といってもの、どこがお金持ちの人が住んでるのか私には一向にわからんが、向こうの方にはちょっと高台だの、高台駅から向こう見えるけども、高台にのちょっとお金持ちの人が住んでるようなところがあるの。まあこういうところに住めれば一流なんだが、まあ皆さんがの一流ばかりを目指しているんではないし、二流も三流も四流も、渋市なんかの十流ぐらいなもんじゃ。ああ、なかなかの、こちらへ向くとの芦屋、芦屋のの市役所があるんだ。うん、市役所があるだろう。うん、なかなかの綺麗にしてある。ここで住んでる方はの、まあ上品で、まあ頭が良くて、お金がも、お金持ちでっていうことかの。なかなかの綺麗にしてはあるんだが、ちょっと面白いものがあるぞ。市役所、芦屋市役所公認のの、まあ公認かどうかわからんが、比較平和都市宣言芦屋市、誰もの核は使いたくないし使ってほしくもない、それは全ての人間じゃないか。まあ頼むぞ。この看板の後ろが公認なんじゃ。ん、ちょっと見てみようか。ん、ここに何かあるだろう、見えるかの、鉢倒してあるだろう。植木が倒れやすくなってますので、業者が来るまで危険ですので寝かせています。ゆっくり寝てるの。まあ業者さんも早く来ての、寝かしておかないで立ててほしいの。うん、なかなか芦屋市役所ものこうやって綺麗にして皆さんの目をの楽しませてくれてると思うと、まあこれも嬉しいことじゃ。みんながの花を見て気持ちのいい心になっての仲良く楽しく過ごせば一番いいんじゃないか。それではのちょっと付近を一回りしてみようか。うん、それではちょっとブラブラ行こうかの。私も初めて来たからの、まああまり知らないというか全然知らないからの、この付近で標高 13.5 メーター、うん、これも津波、すべての
津波、恐ろしいの。ちょっと高台にはなっているわ。まず気をつけよ。逃げるが肝心じゃ。勝てないものにはの、即逃げる。ちょっとあの山手の方の向いてのちょっと歩いてみようかの。なんせ渋市はのこういうところはまあ名前を聞いただけでね来れないからの。皆さんはん、ちょっと川の方があるの。ちょっと向こうに川があるからの、ちょっと見てみようか。あ、ここ税務署だの。芦屋税務署。うん。税金をの。まあお金持ちからはの、税金たくさんいただいて貧しい方にの。まあ。施すというか
なんとかの、みんな元気になるようにの、使ってほしいの。うん、もうなかなか川沿いに来たぞ。やはりなんか雰囲気がちゃうな。やっぱりまあ私の住んでるとことちょっと比較してもの、こういう並木道もないし、なかなかやはり品があるというか、うん、何かが違うとしておこうか。皆様のこういうところに住んで、まあ楽しくやっていただいたらのいいんじゃないか。先ほどの私も東京のなんかお金持ちが住んでるというような田園調布、ちょっとこれもの行ったことがあると言ったが、横浜からの東京渋谷の方に行くときにのちょうど停車駅があったんだ、田園調布。まあ、間違いがなければの、まあ、ちょっと前の話なんで間違ってたらごめんな。まあそこで降りて、これは見たことないからの、一回田園調布ってどんなとこなんだよく聞くがと思っての降りてみて、まあ住宅地だったが、そこでのまあ小一時間散歩してみたんだな。まあ今の感想から言うとの、今の感想から言うとちょっと道が狭かったような、街もの、街々ってないけど、落ち着いた街の中には、ね、頑張るの。先ほども何度も言うのは、狭い街の人の中だったのかと、皆さんに、まあ、歩いてて、自分も楽しみの。まあ、何でも頑張るということが大事なんかの。なかなかの、なか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 って大したもんだ。雑貨だの。うん、向こうのお家、うん、大きいお家だの。うん、何か大きな旅館みたいなあるの。まあああいう家がのここらではゴロゴロあるんじゃないかの。うん、
津屋川の主役は私たちです。そうだの、アユ、アユがいてるのかの。渋市もの、いつまでも脇役じゃなくの、主役になりたいの。でもの、渋市、渋市はどこから見てもの、主役には向いていないの。え、そんなことないだろう。この立ち姿、この歩き姿、どこから見てもの、主役に一体なのじゃ。どこが？渋市、寝言は寝て言え。まだ寝てるのかの。まあ主役にはなれんでもの、片隅の通行人となってのやってみようかの。ここは芦屋市民センター。なかなかかっこいいデザインだの。ルナホール、なんかまた催し物とかのするんかの。まあ今はコロナからの、頑張っての、今は辛抱の時だからの、ちょっと散歩してきたかの。まあこういうようなところに住めるというか、散歩できるというか、まあそれで十分だが、住みたい人は頑張って住んでほしいし、やっぱり核というか品が出るからの、私にはのその品というものがないから、ここではのどうしても無理というもんだ。品も核もないからの、ましてやお金もないしの、まあそれが幸せなんだな。自分の好きなことをやっての、皆様の、まあ人それぞれというものの、自分の好きなことをしての、住みたい人は住み、散歩したい人は散歩し、寝ての寝言という時もいいんじゃないか。それではの、この豪邸を見ながらの、今日はさらばとするか。まだまだの見たい方はの、ここに来てどんどん上に上がっていけばの、いくらでも豪邸はあるらしい。私はこっから上は行ったことないけどの、まあ全部見せてもの面白いないからの、皆さんここに来ての。ここもの桜がいっぱいあるんじゃ。あるだろう、あの木。春になったら気持ちいいぞ。もう少しだ、もう少したらの桜が咲くから、皆さん頑張って来てください。それではの、それではまた見てね。さらばじゃ。